久保建英さん、全世界最高の右ダブル G ランキング9位に転落。A メディア4フォーブが、調子、実績、純粋な技術的及び身体的卓越性を基準に、現在世界で最も優れた右翼を順位付けした。そして、ソシエダで活躍する久保を9位に位置付けた。このメンバーに入る久保はさすが。現在少なくとも右ウィングのトップ10に入る。これ久保は前回2月は4位で今回9位に下げられてんだよね。常時トップ10に入るのはもう世界のトップレベルとも言えるけど。右ダブルでロドリゴ3位な時点で見る価値ないやろ。サネとか終盤戦ほとんど試合出てないのになんで上がってるが謎やねん。まあいろいろと力関係がありそうやね。久保並のマークと右に張らされて、ほぼパスもらえない状況でロドリゴとか坂にやってみてほしいわ。久保はどこでもやっていけるよ。何でもできるしどうやっても活躍するね。たとえマドリーでも。いろんなものにランキングされるようになったけど、やっぱりバロン50にノミネートされるかどうか。その順位が楽しみ。他は媒体の権利とか信憑性とかよくわからない。代表の試合なんてどうでもいいだろうけど、サネよりは竹の方が全然うまかったな。今の竹は単体で強い。チームにフィットして機能するのとはまた別物ね。これは A メディアでの評価。活躍の場であるラリーガで今シーズン年間最優秀選手という23歳優秀選手賞に唯一のダブルノミネート。受賞は逃しましたがこれはかなりすごいこと。本当にすごい。日本人アタッカーでここまで評価されるのは全盛期の香川以来では。